ゴットンストラッサ7ベルリンシェーネベルク。生誕地。アルフレッド・ライオンは、ドイツの音楽プロデューサーであり、レコードレーベル、ブルーノートの創設者。1908年ベルリン生まれ。ダンスオーケストラ、ラグタイム、ジャズ、ブギウギ、ドイツから見えたアメリカ文化に憧れ、1928年にニューヨークに渡り、様々な職に就き、また、ドイツへ戻るなどした。 1937年にニューヨークで貿易会社に入社、米国に定住。1938年カーネギーホールで開かれたコンサートスピリチュアルからスイングまでを見てレコード会社を設立することを決意。1939年本業の傍らブルーノートレコードを設立、ジャズのレコードを制作するようになる。共同経営者はマックス・マーグリス。 最初の録音は1939年1月6日、アルバート・アモンズとミードルクス・ルイスの二人のピアニストで、それぞれ12インチ版数面分を録音。アモンズのシカゴ・イン・マインド、ルイスのザ・ブルースが生まれた。ベルリンにいた頃の友人フランシス・ウルフがアメリカに渡ってきて、1940年ブルーノートレコードに合流した。ウルフは写真家助手の仕事を本業としながら、 ライオンのブルーノートレコードに加担し、西47丁目に初めて事務所を設置した。ライオンは録音するとき、ミュージシャンたちが気分良くことを勧められるようにスタジオにスコッチやバーボンを用意したり、一度スタジオに入ったら、外に出なくても済むように大量の食料を用意したり、52丁目で夜通し演奏した後そのまま録音に流れ込めるように、早朝に録音をスケジュールしたりと、 ミュージシャンたちの本当の表現力を記録しようときを配った。しかし一方で自分たちが気に入った音しか撮ろうとしないと言われたり、顧客は水峡なコレクターの市場といった面もあり、商売は小さく不安定であった。一方でライオンが意図しないところで会社の利益が上がることもあった。1941年ブルーノートレコードが27枚のレコードを出したところで、 アルフレッド・ライオンに召集令状が届き、1943年に任務を解除されるまで録音作業は止まることになった。この間、ミルトン・ゲーブラーがフランク・ウルフをコモドア・ミュージック・ショップの卸売部門に雇い、この販売網でブルーノートのレコードを販売させた。この事業で軍の遺問事業としてレコードを戦線の兵隊たちに送ることになり、 宣伝費をかけずに量がはけたため、ブルーノートレコードは利益を蓄えることになった。軍の任務についている間、テキサス中東中に、ライオンは1942年に結婚した。ブルーノートレコードは、ジェームス・ P ・ジョンソン、アイク・ケベック、セロニアス・モンク、バド・パウエル、アート・ブレイキー、ホレス・シルバー、マイルス・デイビス、ハービー・ハンコック、他たくさんのミュージシャンと契約し、 録音を行った。技術の変革は、ブルーノートに困難をもたらした。1940年代、シェラックを材料とした78回転板に代わる、ビニールを材料とする、マイクログルーブ方式、33と1、3回転の LP が登場した。また録音時のマスターディスク方式に代わる、マスターテープ方式が登場した。後追いで、世の自由についていくが、 小さいレコードレーベルにとって技術革新についていくための支出は負担が大きかった。1953年から1954年にブルーノートスタイルと称されるスタイルの特徴の多くが確立した。1963年に録音したリー・モーガンのザ・サイド・ワインダーがヒットし、ビルボード LP チャートで25位になり、1964年には 至る所のジュークボックスで流れるようになった。ザサイドワインダーはブルーノートレコード創設以来のヒットとなった。このことはブルーノートレコードに混乱を与えた。卸売業者から注文が殺到し、2回寄ったレコードを求められる事態になった。ライオンとウルフは対応したが、新しいヒットが出るまで出荷したレコードの代金をレコード店が支払わないという消臭感もあって、 小さいレコード会社は混乱状態に陥った。財政状態の混乱と働きすぎからライオンは体調を崩し、1965年、ブルーノートレコードは大手リバティレコードの参加に入った。ブルーノートレコードは財政の危機から脱出した。リバティの参加に入っても、スタジオでの録音の仕方は、ライオンはこれまで通りのやり方を続けることができた。 しかし宣伝に関する打ち合わせや必要な書類、作成した書類を会社のどこの部署に配るかなど大きな組織には必要な仕事が増えた。ライオンはこのシステマティックな部分に疲れ、1967年7月28日を最後に録音から手を引いた。体調の理由からこの後引退状態となった。フランク・ウルフはこの後もブルーノートレコードの活動を続けた。 しかしモダンジャズの衰退、ロックの流星など、ミュージックシーンは変化し、レーベルにとって困難な時代になった。ウルフは病気を患い手術を受け、1971年3月8日、心臓発作で亡くなった。1979年11月2日の録音をもって、ブルーノートレーベルは活動を停止した。1970年代半ばから1981年、 ゴロまでマイケル・カスクーナによってブルーノートに蓄積された音のカタログ発売がされた。カスクーナはライオンたちが取った音の発掘と情報収集を行い、歴史としてまたは聞くに価値のある一枚のレコードとしてあるいは全集として発売した。この発掘作業には日本のキングレコードの情報提供が寄与した。1984年エレクトラレコードに在籍していた。 ブルース・ランドバルはアメリカレコード産業協会の集まりに出席した折 EMI アメリカの会長からブルーノートの再会を打診され EMI アメリカの参加になっていたブルーノートレコードに移籍したランドバルはカスクーナを参謀役にブルーノート再会に取り掛かったランドバルとカスクーナはブルーノート復活を世に知らせるため祝賀会を企画したブルーノートに 貢献のあったミュージシャンを集め、創始者ライオンを招いての祝賀コンサートである。1985年2月22日ニューヨークで、ライオンを貴品として招いて、ワンナイトウィズ・ブルーノートが催された。日本テレビはこのワンナイトウィズ・ブルーノートを日本へ持ち込む形で、マウントフジジャズフェスティバルウィズ・ブルーノートを企画した。第1回、1986年に、ライオンは招かれ、 その功績を称えられた。1987年2月2日、心臓の衰弱により亡くなった。ライオンは1925年、サム・ウディング率いるチョコレート・ダンディーズのドイツでの公演を聞いた。アメリカの黒人が演奏する音楽を初めて聞いた。全くの初体験だったが、たちまち虜になったニューヨークで裕福な家庭に生まれ。 ミルトン・ゲイブラーのミュージックショップに出入りして育ったジョン・ハモンドが開催したこれまで白人のポピュラーミュージックの世界から締め出されていた全国の才能ある黒人アーティストを集めて大掛かりなコンサートを開くという企画1938年12月23日開催日本でブルーノートをライセンスしていたキングレコードから 未発売の録音に関する資料のゼロックスコピーが送られてきた。アルフレッドがすべてのセッションの詳細をコメント付きで記録した資料だった。それまで苦労して、ようやく LP20 枚分ほど発売にこぎつけたところへ、突然大量の情報が届いたんだ。1986年、アルフレッドトリウスは初めて訪れる日本で、再びその功績を称えられた。 ブルーノートを記念するマウント富士ジ,ジャズフェスティバルが開催されたのだ。悪天候にもかかわらず、フェスティバルは猛烈に盛り上がった。熱狂する日本の聴衆はジャズをよく知っていて、このイベントがいかに特別なものかわかっていた。集まったバンドがソニー・クラークのクール・ストラティンの最初の数小節を演奏し始めると、聴衆の間に一斉にどよめきが走り、 あっけに取られた奏者たちが音を外しかけたほどだった。ありがとうございます。